こんばんは、佐々木優香です。佐藤彩です、これいろいろやってみよう、自由にできていいですよね。すいません、対応していただいて、その後はまあ普通に、最初だけちょっと決め顔でいきますか。すいません、じゃあ2人寄ります。じゃあこのまま、せーのでいくか。はい、え、今合ってます？ちょっと待ってくださいね、はい、カウント出しますね。はい、はいはい、じゃあいきます。5秒前、4、3、2。こんばんは、佐々木優香です。こんばんは、佐藤彩です。はい、9月ですね。ですね、秋です ね月替わりということでちょっと新しいことやってみました。面白いです ねなんか何パターンかあるかもしれない。考えてみますか、これからの ねこのガッチャンコっていう番組はいろいろとこう、まあ、しゃべり手の、まあ、自由に、うん、あの表現できるっていう、はいね、あの見ている方もそうそうそう、そんな感じで、あのお気楽に、はい、そうそう、席立たずにお願いします。はい、お付き合いください、ね、トイレタイムとかじゃないですからね。そうですね、はい、やっぱり秋だと、はい、まあ、いろんなね、まるまるの秋って、うんうん、ありますね、ぐらい、いろんな秋がありますよね、うん、果物狩りはね、あのこの前実は行ってきて、はいはい、いいですね。そう、新鮮だとジューシーな感じが違いますよね。そうなの、ね、撮る時にこっちから見たらすごい綺麗になってるなと思ってひっくり返したら、うわ虫さんいるみたいな虫さんとね、出会ったりね、いることもあるんですけど、虫さんか自分かっていう、こう、うん、人間対虫の戦いをやっぱり山でするんですよ。食うか食われるかみたいな、この虫に食べられる前に食べてやるみたいな、うん、すごい、そこまで戦いがあったんですね。 それがね、まあ、自然ガッチャンコ HBC。 まあ食欲の秋といえば、うん、まあ、私美味しい北海道を、まあ、丸ごと体験してるわけですけども。そうですね、アグリ王国北海道でね、はいはいはい、毎週ロケ行って、いろいろね、うん、そう、子供たちと一緒に、うん、まあ、畑に行ったり、はい、まあ、牛舎に行ったりしてますけど、うん、この親の時には多分プルーンをね、多分収穫しに行ってるはず。木になってるプルーンはちょっと感動しました、私。もう果実のこう、なんかこう酸っぱい感じと、うん、ほのかな甘みがあって、はい、何個でもいけちゃう。いけます、わかる。何個でも食べちゃうとちょっとお腹が緩くなっちゃうの。ちょっとね、注意報で、ね、ここ注意点のあるんですよ、ね、ということで、そんな私が出ているアグリ王国、ぜひご覧ください。そう、確かプルーン食べ過ぎだとお腹緩くなるっていう、ある。本当に本当に、あの 裏に書いてる、必ず書いてる、プルーンの商品に必ず書いてある。食物繊維とか、繊維が豊富だからだ。確かに。はい、じゃあ行きます。5秒前、4、3、2。ではこの後は映画理想の人をお楽しみください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ終了ということで。ありがとうございました。お疲れ様。